トベの CEO 滝沢秀明が放つ驚愕の求人。未来を変える新メンバー募集の真相とは ?2024 年の初夏、トベが発表した求人募集が話題を呼び、多くの視聴者やファンの間で疑問の声が上がっていた。トベが求人を出した本当の理由とはというテーマが SNS やメディアで取り上げられる中、その背景に隠された真実とは一体何だったのかこの記事では、 トベの CEO 滝沢秀明が求人募集を開始した理由や、それがトベの未来にどのような影響を及ぼすのかについて掘り下げて考察し、ストーリーとして描いていきます。トベが初めて求人を発表したのは2024年の春。その内容は中途採用で第二新卒も歓迎するという異例の募集条件でした。この一見シンプルな求人募集には、一体どのような意図が隠されていたのでしょうか トベの CEO 滝沢秀明は、新しい世界を一緒に作りませんかというスローガンを掲げて、この求人募集に込めた熱意を語っていました。それは、単なる人員補充ではなく、新しい風を迎え入れるための戦略的な一手だったのです。彼のビジョンは、固定観念にとらわれない自由な発想で、トベを新しい高みに導くことでした。トベの求人では、 マネージャー、ライブ制作、デスクの3つの職種が募集され、それぞれ異なるスキルセットと経験が求められています。まず、マネージャーの職種は未経験者でも応募可能とされていました。この職種において求められるのは、アーティストのスケジュール管理や企業との打ち合わせなど、多岐にわたる業務をこなす能力です。視野が広く、人をサポートする献身的な姿勢が求められるため、 リーダーシップとともに人間関係構築能力も重要視されます。ライブ制作の職種では、予算管理や制作会社との連携を行うクリエイターが求められます。アーティストの意図を汲み取りつつ、予算内で最大限のクオリティを追求することが必要となり、妥協を許さないタイプの人が適していると言えます。最後にデスクの職種は、大卒以上で社会人経験が3年以上という条件が付けられ、 主に事務処理やサポート業務をこなすスキルが求められています。このポジションでは、即戦力として高いスキルを持つ人材が望まれるため、経験豊富なプロフェッショナルが期待されています。では、なぜトベは一般募集の形をとったのでしょうか滝沢秀明 CEO が持つ人脈には、信頼できる経験者が多数いるはずです。それにもかかわらず、 あえて一般募集を選んだ理由について考察してみましょう。一つの仮説として考えられるのは、多様な視点を取り入れるための試みです。トベの現スタッフは、滝沢秀明と同じく元ジャニーズ出身者や、彼と近しい関係にある者たちが多く、そのためどうしても考え方や視点が偏るリスクがあります。異なる業界や環境での経験を持つ新たな人材を迎え入れることで、 多彩な意見や新しいアイデアを取り入れ、トベをクリエイティブな新しい組織として進化させる狙いがあるのです。もちろん、一般募集にはリスクも伴います。ファンとしての情熱が過度な形で現れ、業務に支障をきたす可能性も考えられます。しかし、滝沢秀明は変なプライドを持たず、新しい意見を積極的に受け入れる姿勢を示しています。これこそが、 彼が真にオープンなリーダーであることの証と言えるでしょう。求人募集を通じて見えてくるのは、トベの今後の事業拡大への意欲です。新たな事務所の完成とともに、トベはグローバルな活動を視野に入れ、さらなる成長を目指しています。最近発表されたトレーニングループ、デーパルズのように、次々と新しいユニットやアーティストが登場し、国内外での活動を広げています。 新たな人材を募集することは、これまでの組織の枠を超え、より大きなビジョンを実現するための重要なステップです。これからもトベは、既存の枠にとらわれず、新たな挑戦を続けていくことでしょう。この記事を通じて感じたのは、トベが常に変革を求め、より多様な価値観を受け入れる組織であるということです。滝沢秀明 CEO が掲げる、新しい世界を一緒に作りませんかというメッセージは、 単なるビジョンではなく、具体的な行動として現れています。私たち一人一人も、自分の限界を超えて新たな挑戦をすることで、思いがけない成長や希望に満ちた未来を切り開くことができるかもしれません。戸部が描く未来は、私たちにとっても重要なインスピレーションとなるでしょう。飛べの求人募集は単なる人員補充ではなく、新しい風を迎え入れるための戦略的な一手であり、 滝沢秀明 CEO のビジョンを反映したものでした。新たな人材を迎えることで、トベは多様な価値観を受け入れ、さらなる成長を目指しています。あなたはいかがでしょうか新しい挑戦をすることで、未来にどのような変化が訪れるのでしょうかトベのビジョンに共感し、新たな世界を共に築くために、あなたも一歩踏み出してみませんか 求人募集を通じて新しい風を迎え入れた戸辺ですが、これから彼らが直面するであろう挑戦について考えてみましょう。戸辺が描く未来にはグローバルな視点が欠かせません。国内だけでなく、海外市場への進出を視野に入れた活動展開は、新たなビジネスチャンスとともに、数多くの課題をもたらします。文化や言語の違い、ビジネスマナーや市場動向の際など、 乗り越えなければならない壁は多数存在します。しかし、滝沢秀明のリーダーシップのもと、トベはこれらの挑戦に果敢に立ち向かっていくでしょう。彼が常に変革を求め、新しい価値観を積極的に受け入れる姿勢は、グローバルな視点でも大いに役立つはずです。彼のリーダーシップが、トベを世界に通じるエンターテインメントビジネスへと進化させる鍵となるでしょう。トベが掲げるビジョンは、 新しい世界を一緒に作ることです。このビジョンは単なるビジレイクにとどまらず具体的な行動計画となって現れています。トベは新たな人材を迎えることで多様な価値観を受け入れクリエイティブなアイデアを育む環境を整えています。それはアーティストだけでなくスタッフ一人一人の成長と自己実現をサポートする企業文化の確立でもあります。このようなビジョンの実現には 個々の努力とチーム全体の協力が不可欠です。トベのビジョンに共感し、新しい世界を共に作り上げるためには、私たち一人一人が自らの限界を超えて挑戦する必要があります。この記事を読んでいるあなたも、トベの理念に共感し、自分自身の未来を切り開くための一歩を踏み出してみませんかトベが示す新しい価値観は、私たちの日常生活にも大いに役立つはずです。 固定観念に周割れず、多様な視点を受け入れることで、新しいアイデアや可能性が生まれることを経験するでしょう。トベの求人募集を通じて、新たな人材が加わることで、さらに多くのクリエイティブなプロジェクトが実現されるはずです。新しいアーティストやユニットの登場、ライブやイベントの企画など、トベが提供するエンターテインメントは、一層充実したものとなるでしょう。ファンとしても、 トベの成長とともに、自分自身の成長や楽しみを見出すことができるでしょう。トベが描く未来のビジョンに共感し、共に歩むことで、私たち一人一人が新しい世界を作り上げるプロセスを体験することができるのです。まとめ。トベが求人募集を発表した背景には、滝沢秀明 CEO のビジョンである、新しい世界を一緒に作る、という熱い思いがあります。多様な視点を取り入れ、 クリエイティブなアイデアを育むための戦略的な一手として、一般募集の形が取られました。この記事を通じて、トベのビジョンとその真意について理解を深め、私たち自身も新たな挑戦をすることで、未来への可能性を広げることができるでしょう。